震災前にこの港神社というのは町の人たちの憩いの場といいますか、集まってコミュニケーションの図れる神社だったんですけど、それをまた再建したいと思っています。9年半以上経ってやっとここまで、春についてもう本当に嬉しい、もうただ一つ嬉しい気持ちでいっぱいです。